お、行くのかよ。俺の目が届かないと思って、ハメ外すんじゃねえぞ。猫は双葉と面倒を見といてやる。一つ貸しだな。帰ったら仕事の続きだぞ。ならいいけどな。6時間以上かかるし、飛行機で寝たら？どうする？そろそろ搭乗手続きだよ。時間通り飛びそうだね。よかった。アメリカ行きのって遅れとか欠航とか多い気がするし。リュウジいなくない？ああ、でからダッシュかよ。こんな時まで遅刻？荷物それだけ？たかが4泊だろ、十分じゃね？そうだよ、それまあね。そろそろ搭乗ゲートに集まれって。出国前の記念写真とか撮っちゃわない？おお、いいね。頼むな、カメラマン。そしたら私も。ほら、まことも。はいはい。え、どこ見たらいいの？見せて見せて。なんでわかるの？えげつねえことしてくるな。敵じゃなくて本当に良かったわね。お願いします。かしこまりました。当機はまもなく降下態勢に入ります。皆様、お座席のベルトをお締めくださいますようお願い申し上げます。How long will you stay?Yes! Okay, okay! I'm Japanese! ついた！この匂い、ハワイって感じ！ Hi! Aloha! あちらのバスに乗ってね。やべえ！日本語うめえ！わあ！見えた！ダイヤモンドなんとか！てか、海青すぎだろ！これ、ハワイの匂い？つうか空港から思ってたけど、この匂い何？カーペットクリーナーの残りがらしい。ココナッツフレーバーなんだってさ。それに霊用のプルメリアの匂いが、さらに南国っぽさを出してるってとこかな。雑学王か、てめえは！下調べはちゃんとするタイプなんだ。じゃあ安くてうまい店教えてくれ。
部屋割り決めてからにしなさいよ。鍵もらわないと外行けないっしょ。俺こいつとな。坂本くんは他の組でしょ。ダメなの？天子がややこしいから。あんたはぶられてるもんね。同じ部屋でいいって人あんまいないんじゃない？うっせえ、浮いてんのはお互い様だろ。さあ鎌明さん、部屋割り決めた？まだだけど。だったら私とどう？よかったらなんだけど、自由行動一緒に回らない？うちらみんな初海外でさ、英語わかる子が一緒だと心強いなって。あ、うん、もちろん。じゃ、またね。なんでもいいから早く決めて。だったら部屋割り俺でいいかな。じゃあ決まりだね。とにかくバカな真似やめてね。ここは日本じゃないんだから。ここがワイキキか。さすがに人いっぱいだな。つかホテルとか高い建物多くね。綺麗すぎて人工的なリゾートって感じ。でも海はさすがに透き通ってるね。ヤシの木もいかにも南国じゃない？アンもなかなかだと思ってたけど、やっぱ外国人と比べるとあれだな。じゃあみんな、お前もそう思わね？やっぱ外国人はボリューム違うわって。それよりほらあれ、ダイヤモンドヘッドじゃない？おお、バスからも見えてたな。でもなんでダイヤモンド？名産地？ネットに出てんじゃない？お、出た。昔の人が火山岩を誤解した。なんだそりゃ。ついでにワイキキのおすすめスポット調べてみよう。あ、私パンケーキ食べたかったんだ。景色のいい場所は載ってないかな。じゃあ俺らは安くて評判のいい店調べようぜ。ねえ、携帯いじって喋って、これじゃあ日本と変わらないわね。こっちでも携帯ありゃ日本のニュースも逐一見れるし、なんつうか思ってた感じと違うっつうか。もっとハワイらしいことしようよ。ハワイらしいって何？フラダンス？やんねえし。ようやく一息つけるね。あ、そういえばカイちゃんのランキング、投票が始まったのって知ってるよね？盛り上がってるよね。サイト作った本人でもびっくりしてるんだ。こんなすごいことに参加できるなんて。回答団を応援してて本当よかった。それとは対照的に明智いるじゃない、回答団反対派の探偵。まあイケメンのメジエド退治で人気も地に落ちたよ。公式ブログも炎上してるらしいし、正義のヒーローを気取ってたくせに怪盗団の正義を見抜けなかった罰だよね。ぶっちゃけ旅行どころじゃないよ。怪盗団のことが気になりすぎてさ、そう思わない？ほんと冷静だよね。
こんなすごいことめったに起きないよ。まあでも確かにちょっと疲れてきたかも。寝よっか。それじゃあおやすみ。日本人ばっか。もっとさ、常夏のアルヘみたいなさ、そういう雰囲気だと思ってたのに。雰囲気楽しむのにもお金がいるしね。学生だと見て回るくらいしかない感じ。結局今時はどこに行っても同じってことなのかしら。まことテンション低くね。タクシーのおじさんに30分も愚痴聞かされちゃったの。まさか海外に来てまで愚痴の聞き役になるとは思わなかったわ。災難だったね。せっかくのハワイなんだしよ、もっといろいろやらせてくれてもいいよな。学校で計画してくれねえの？ダイビングとかやりて。旅行プランを練るための時間が足りなかったみたいね。引率の一部を生徒にやらせようっていうくらいだもの。そういやお前って結局三島と同室どうだった？なんかあった？こっちに来てまで？かいちゃんなあ。そういやたまにかいちゃんって聞こえてくんな。私たちのことなのかしら。そうかもな。世界デビューじゃねえか。あ、こんなこと話してたら日本に帰りたくなってきた。落ち着きなさすぎ。今くらい忘れましょうよ。俺らの夜直しを待ってる奴らがいるんだぞ。のんきに旅行なんてしてられっか。ゆうすけもそう思わん。はぁ？海外も新鮮な刺激があっていい経験になる。俺はもう少しいたい。なんでいんの？ロスじゃなかった？ひどい嵐が来ているとかでアメリカ本土に着陸できなくなったんだ。天候が落ち着く見込みが立たないらしく、行き先が急遽ハワイへ変更になった。雨男太陽。もしかして花火大会の時も？こっちに嵐連れてこないでよ。努力する。あ、そういえばこの後自由時間でしょ。みんなどうするの？そうだな。あ、土産買ってねえな。お袋に頼まれてんだった。忘れてた。双葉たちに買っていかなきゃ。俺も買い物に行きたいと思っていた。じゃあ決まりね。モルガナって何を喜ぶのかしら。このメンツまんま日本じゃねえか。ハワイにもビッグバンバーガーあるんだね。謎に大人気だな。日本でも流行ってるよな最近。この前ニュースでファーストフードのシェアトップに奥村フーズが躍り出たって。ああ、奥村フーズの系列だったな。ビッグバンバーガー。奥村、それってあれじゃね、カイちゃんのランキングにいたやつ。それ本当？マジだって。そういうの俺間違えねえし。だろ？どうかしたか？あ、うん、奥村フーズとランキングのことでちょっと。競合他社が都合よく撤退とか。あ、やっぱりやめましょう。考えすぎね。お姉ちゃんの癖が映っちゃったかな。あ、じゃあさ、写真でも撮ろうぜ。旅の思い出にさ。いいね。いいの？ありがとう。美しい構図で頼むぞ。細かいこといいから。頼むわ。自由時間まだ大丈夫だよね。次どこ行く？ビーチの脇にコンビニあっただろ。
あそこ行かね。賛成だ。少し休みたいしな。じゃあ行きましょう。こっちに売ってるもんって味濃そうじゃね。つか色も濃いけど。確かにそうかも。日焼け止め忘れちゃった。私コンビニ戻って買ってくる。あ、じゃあ私も付き合うよ。女性陣待ちだな。暇だな。そういやさ、結局こっちで噂になってる怪盗って俺らのことなんかな。それがマジだったらすごくね。やばくね。せっかく。お、それいいな。あ、じゃあ2人が戻ってくるまでこの辺で聞き込みしようぜ。すげえな。おお。金髪の彼、行きの飛行機の中で騒いでたよね。あ、花壇とこで見た子。ごめんね、驚かせちゃって。私、引率の3年気晴らしで引き受けたんだけどね。自由時間持て余しちゃって。お待たせ。そろそろ行こうかな。じゃあ。ごめんね、待った？今話してたのって誰か知り合いだったの？いや、たまたまだ。囚人の3年ということは誠の同級生か。うん、ほとんど話したことないけどね。自由時間終わりだね。ホテルに戻りましょう。何やってんだろう私。浮かれちゃってバカみたい。でもまあ、せっかくの旅行なんだし。あの先生、この後の予定ですけど。うわあ！何かまずかったですか？別に。どうしたの？出てきた。芋づる式。何が出てきたんだ？まだ途中、秘密。我が輩抜きでも全然問題ねえな。うっはー、ごっそり。メメントスで足代わりになれるだけ。単なる役立たず。猫、もごもごうっさい。用があるなら言え。別にねえよ。何言ってたんだ。話せ。うん、手触りがいい。よくない。滑らかすべすべ。人間のものとは思えない。何遍も言わせんな。我が輩は人間。それって思い込みじゃないの？私もお母さんのことずっと間違って思い込んでた。一緒にすんなっての。我が輩のことは
我が輩が一番理解してる。それもそっか。また書き込み増えてる。あ、すごい。奥村フーズって会社の社長、ランキング急上昇だ。いやいや、この流れは見逃せないでしょう。奥村フーズってさ、ブラック企業って噂があるんだよ。従業員を安くこき使ってさ、人件費を削って出店数を増やしてるとかさ。おいせー、おいせ、なんで来てんの？聞いてくれよ。相部屋のやつが彼女連れてきやがって、気まずすぎんじゃん。俺今日ここで寝るわ。ベッド二つなのに。はい。高巻？同じ部屋の子、速攻彼氏のとこ行っちゃって。わかる。鍵持ってっちゃってんだよ。外出たらオートロックかかっちゃってさ、部屋入れないし。こんなとこでもネットか。メジエドの一件で海外からのアクセスもすごくてさ。やばくない？怪盗団ついに世界進出とか。海外からの依頼とかどうする？私たちに聞かれてもねえ。メジエドをやったんだ。次はどんな悪人を成敗するんだろう。日本どころか世界中が怪盗団の次の一手を気にしてるよ。そういや今何時？結構疲れたよな。あ、時差ボケってやつ。他に行くとこないし面倒だから今日ここで寝る。え、ちょ、まずくね？大丈夫、信じてるから。そうきたか。ベッドあと一つ、ソファーを入れても一人は床だよな。どうする？トランプあんじゃん。これどうよ。やったー、ハワイまで来て床。なあ三島は？トイレ。長くね？修学旅行か。志保楽しみにしてたな。お前ごめん、なんか暗くなっちゃって。でもあれからもう半年近く経つんだっけ。なんか不思議だね。学校の騒がせ者が今や世界だぜ。信じらんねえよな。でもさ、私たちまだあんまお互いのことを知らないと思わない？ほら、例えばどういう子が好みとか。リュウジ、ぶっちゃけどうなの？俺？そうだな、やっぱ性格だろ。おしとやかで優しい子なら誰でも。じゃあ同じぐらい性格のいい子が2人同時に告白してきたらどうする？同じぐらい優しいんだろ。じゃあスタイルのいい方。要はスタイルが第一ね。え、先に答えたのは建前でしょ。本音は二言目。リュウジってやっぱそういうやつ。今のズリ。君はどう？ぶっちゃけどういう子がタイプ？え、まさかあいつ？つか俺たち答えたんだし当然お前も言うんだよな。でお前の好みのタイプって。誰が？で
お前の好みのタイプって。大丈夫かな。そういやさっきあいつ水道水直に飲んでたよな。外国でやっちゃいけないことベスト3だろそれ。いいえ、賢明なご判断だと思いますよ。三流週刊誌の記事とはいえ、いらぬ情報を漏らしてしまったわけですし、それに怪盗団の調査、あれから進展する気配もありませんし。ええ、見限られた手合いがやけになって裏切る可能性は十分かと。では、心臓麻痺ということにでも、いつも通り処理を任せ。ほう、それは考えもしませんでした。さすがは先生、身内を一人切るのも二人切るのももはや変わりありませんよ。この旅行ももうすぐ終わりだね。明日の夜にはもう帰りの飛行機の中でしょ。こんなはずじゃなかったのに。は？日本みたいな街回って、しかもビッグバンバーガーって日本かよ。そんなこと言われても、そういう旅行だろ。恋人とイチャついてるやつらもいたんだろ。まあいたんじゃない。それだよ、足りなかったのは午後からの自由時間。行くしかねえ。どこに？思い出作りだ。ハワイといえば海。旅の恥はかき捨てだろ。昼に連絡先聞き出して夜に抜け出す。どういう？俺もバレて困る相手いねえだろ、お互いに。まあそうだけどさ。済ました顔してっけど、もちろんお前も。お？今のチャット？誰から？あ、いや答えなくていい。大事な連絡かもしれねえしな。おい三島、行くぞ。ちょ、今のどういう流れ？坂本と二人きり？なんだよその嫌そうな顔は。まずはワイキキ縦断するぞ。マジかよ。Yeah, I will spend time with Hifumi since I need the confidence. こっちでもお会いできるなんて嬉しいです。あの、変ですか？着替えてきた方が。歩きませんか？あ、あれエビですよね。エビって長寿の象徴ですし、食べてみましょうか。どんな味なんでしょうね。お兄ちゃんたち日本人？はい。怪盗団でしょ、心を盗んじゃうの。怪盗団ご存知なんですか？ニュースで見たよ。日本で流行ってるって。もし怪盗団に会ったらよろしく言っといて、みんながエビ好きになるように改心させてねって。ええー、結構刺激的ですね。
麗ですね。いつも盤面ばかり見ているせいか、なんか新鮮です。帰ったらいい手思いつきそうです。私といて退屈じゃありませんでした。もう少し気の利いたこと言えればもっと素敵な時間になったのに。よかった。あの、これあなたに今日のこと忘れないでいてくれると。学校一緒だったらな。はい、お願いします。もう暮れてしまいます。戻らないといけませんね。はい。今日は坂本に付き合わされて散々だったよ。これさ、イベントのたびに坂本とセットって定番になっちゃいそうじゃない？坂本さ、一緒にいると楽しいんだけどペースが違いすぎるんだよな。これはもう彼女作るしか。まあいいや、明日は早いし、そろそろ寝よう。おい。ああ。おい。すみません。そうだね。修学旅行もついに終わりね。まさか二度行くことになるとは思わなかった。外国来たって感じあんましなかったけどな。ユウスケまで来たしね。
嵐までこっちに来なかったのは幸いだ。まあ写真を撮ったり楽しいこともそこそこあったわね。本当に嵐が来なくてよかった。あれは良くない。ところでお前、昨日の夜どこにいたんだ？抜け駆けとかはねえよな。誰とだよ！お一人で？なわけねえよな！顔が必死すぎるぞ。はいはい、そこまで。なんかあっという間だったね。帰りたいような、帰りたくないような。なあ、帰る前にみんなで土産買いに行かね？賛成。俺も行こう。金はないか？ちゃんと日本まで帰れるわよね。モルガナとフタバ何喜ぶかな。定番はチョコレートとかだけど、あ、モルガナはダメか。チョコでも本人が猫じゃないって言ってるし、大丈夫なのかな。どうせなら嬉し泣きさせるくらいいい感じの土産にしたいよな。手分けして探してみるか。見て、コーヒーが入ったバター。美味しいのかな。こっちはアサイーのパウダーだって。こういうとこってさ、いつまででも入れる気しない？わかる。せっかくハワイまで来てるんだ、味よりもインパクト重視がいいと思う。お、いいこと言うな。そしたら自分じゃ多分買わねえけど、もらったら嬉しい感じなやつ探そう。いいの見つかんねえな。つか双葉とモルガナだからな、喜ばすハードル高えよ。ユウスケ、なんかあった？3分測れる砂時計だ。なんで？双葉はカップ焼きそばが好物だからな。自分で買わずにもらったら嬉しい。見事に要件を満たしているじゃないか。それ日本でも買えるぞ。あ、やべ、もう時間ねえよ。じゃあ俺とユースケは双葉のやつ探すから、お前はモルガナのやつ頼む。こんにちは。やっぱりハワイといえばそれですね。アロハ。あれ、あの子何かいいの見つかった？あの子。あ、お邪魔してすみません。はじめまして、私1年の吉澤です。あ、新体操の。はい、新体操やってます。次の大会に向けたクラブの合宿に来ていて、たまたま先輩をお見かけしたので。こないだ大会が終わったばかりなのに、もう次の大会？頑張ってるのね。結果を出さなきゃいけませんから、こっちに有名なコーチの方がいてしごいてもらってるんです。毎日泣かされてますよ。南国にまで来て鍛錬するその姿勢、見習いたいと思う。だな。私たち応援してるからね。練習頑張って。はい、ありがとうございます。今日は泣かずに済むかもしれません。ま、泣いたっていい気がするけどな。涙の数だけ強くなるってやつ？で、そういや時間ねえんだった。じゃあめぼしいものレジ持ってくわ。ああ、私も。吉沢さん、またね。はい、お疲れ様です。楽しい方たちですね。はい、素敵だと思います。私今度こそ勝ちます。実力を証明してみせます。前回の失敗を踏まえてこれも買っておきました。
内に有名な日本の神社の分院がありまして、さっき買ってきたんです。大きな大会の前はいつもお守りを買ってたんです。妹がこういうジンクスにこだわってて。けど前の大会の時は買うのを忘れてしまって。でももう大丈夫です。これできっと。そろそろ行かないと。私も家族へのお土産買いに来たんでした。すみません、引き止めてしまって。それではまた。ようお帰り。ちょっと焼けたか。どうだったハワイ。旅費出してやった甲斐があるよ。お前らが遊んでる間に厄介なことになってるぜ。意外な売れ筋の商品がマスクや予告状カードらしいんだって。こちらグッズを取り扱っているお店の収益をグラフ化したものです。去年の倍。これはもう怪盗特需だよね。こんなの売ってたんだ。うちでもやってみる？怪盗グッズ。冗談だよ、本気にするなって。巷のこの現象を出演者の皆さんはどのように捉えているのでしょうか。明石君どうかな。そうですね、でーと、アンチ怪盗の探偵出現して自爆しろ。彼らにはいわゆる義賊っぽさ、それを感じるんです。大衆が無言のうちに感じた鬱憤を彼らが巧みに汲み取って晴らしている。それが人気の秘訣なんじゃないかと。意外だね、前と言ってることが変わったけど。危険な存在であることは変わりありません。でも、いや、これ以上言うと。いいよ、言っちゃおうよ。ダメですって、乗せられませんよ。前の炎上で懲りてるんで。泥棒が警察や政治家を押しのけて大人気か。世も末だな。失礼。何怒ってんだよ。ちょっと便所、客来たらよろしくな。解析終わってる。例のデータ、これから集まる。時差ボケかよ。なら明日。
Yeah, guys, I will end it here and I will see you in the next video. Bye!